ってるかな。あ、こんばんはって来てる。なんかね、映らない。私なんかすごい電波悪いんだよな、私の携帯最近。あ、映った映った。皆さんこんばんは。コメント届いてます、ありがとうございます。こんばんはって来てる。今日も見てるよ、ありがとうございます。始まってるやないか。始まっております。1分経ちました。暗いですよ。本当暗い、大丈夫かな。振って治るのか、なんかそういうのありません。振っちゃうことってなんだっけ、なんか痛いとか、なんか痛いって振る、なんかそういうのありません。振っちゃうこと絶対電波治んないけど。改めてラジオおめでとうありがとうございます。これは打ち間違い、それとも今の人たちはおめでとうをおめでとうっていうのかな。そう、来月からはね、3月からインターネットラジオ、バックステージカフェのライブソングにてパーソナリティ決まりました。なんかその打ち合わせとか始まったんですけど、もうとにかく私が好きな音楽を語るラジオになりそうなので、もう私的には最高ですね。それこそ最近レコードショップめちゃくちゃハマってて、レコードショップ買わないのに行くっていう、行ってる私になんか黄昏れてるみたいななんかありません。レコードショップってめちゃくちゃいいですよね。なんかいい大人な感じがする、レコードショップにいると。だからめちゃくちゃレコードショップ行くんですよ。なんかもう毎日のように行っちゃってます、暇さえあれば。そうだからちょっとレコードをもう集め始めてるから、そういう紹介もしたい。買わないのに撮影、あ、買いましたよ、もちろん。この前インスタグラムに上げた写真の時は買った。あの時はね、結構買った、5枚ぐらい買いましたね。でも その後はなんか一応買う気では行くんですけど、まあその欲しいのがなかったらもちろん無理には買わないので、その時はまあそこにいるのを楽しむ。買わなくても楽しいよね。そうなんですよ。ジャケ買いするのかな。あ、でも私は結構調べていきます。なんかそれこそやっぱそのシティポップが好きなので、まあ今すごい流行ってるし、だからなんかそういうジャンルとかでなんかおすすめとか、そういうのをネットで調べてから大体目星つけて欲しいのは決めてっていきます。まあでもジャケ買いもいいですよね、きっと。なんか新しい音楽に出会えそう。そのうち棚から人づかみで、それやばい、ね、レコードショップの匂い好き。いや、わかるな。買ったレコード紹介してほしい。そうですね、インスタにも上げるつもりですし、それこそその来月から始まるラジオとかでお話ししていければいいなって思ってます。レコードケース持参かな。さすがにね、まだそこまでは行ってないですね。でもありますよね、レコードケースとかって。DJ あゆみ的な番組になるの。まあそうですね、本当に私だけでもう1時間話しまくるラジオなので。でもそれこそなんか慣れてきたらゲストとかも呼んでいいって言われたので、ゲストとかも呼びながらなんかやりたいですよね。それこそなんか同じ音楽好きな人とか呼びたい。あ、原田知世さんのカバー動画めちゃくちゃ良かったです。嬉しい、ありがとうございます。先週の土曜日に YouTube にカバー動画がありました。一応2週に1回土曜日に YouTube の方で 80s カバー上げてるので、皆さんぜひ見てもらえたら嬉しいです。1時間1人で。そうなんですよ、ラジオちょっとね、大丈夫かな。1時間、ラジオは毎週、ラジオは隔週っていうのかな、2週間に1回です。だからショールームよりは減っちゃいますね。ショールームは毎週やってるけど、ラジオは2週間に1回になります。あいみょんも良かったです。そう、 TikTok の方でもカバーを上げてて、 TikTok の方は意外とその現代というか最近の人たちの、しかも今結構アニメって決めて、私はもうアニメのカバーっていうのをやってます TikTok の方では。
あとはその YouTube に上げた ETs の動画も同時にあの上がったりするんですけど、基本 TikTok はアニメのカバーソングをしてます。じゃあショールームかインスタライブを各週で、まあそしたら埋まるね。確かにインスタライブもしてほしいな。いやもう本当にします。いつもしますしますと言ってますけど、します。しますよ。アニソン主題歌撮りたいね。撮りたい、撮らせてみんなちょうだい。一応歌ってましたからね、カレンガールズとして。絶対カレンチルドレンの、また歌いたいですね。あゆみちゃんはアニソンいいと思う。ゼッチルもアニメだったし、いやそう言ってもらえて嬉しいですけど、本当にね、チャンスが巡ってきたらというか、まあいつ巡ってきてもいいように私は準備をしておこうと思います。はい、ということで、じゃあ今週も始めていきましょう。 AM610 へようこそ。リスナーの皆さんからいただいた お便りをもとに進行していくラジオ形式の番組です。ショールーム配信もラスト配信まであと3回、今日含めて3回です。いやーなんか寂しくなるな。まあね、また気まぐれでやりますんで、まあお別れっていうよりはね、また今度って感じですかね。はい、ということで残り3回皆さんお見逃しなく、ぜひ遊びに来てください。じゃあ今日もどんどんコーナー始めていきます。無糖不白の世界、さあ書きましょう。ラジオになっちゃったらこの画伯は見えなくなっちゃいますからね皆さん。あのラジオだからね、あの声だけですから、映像ないから、ちょっとこの絵はね残り3回で見納めってところですかね。はい、来ました。今日のお題もちょっとまたややこしい、ややこしいとかね、なんか難しいんですよ。最近皆さんは気づいてますよね、お題がなんかシンプルじゃないんですよ。じゃあ待って、頑張る、書く。あ、でもね、いけてる気がする。とか、とかね、ちょっと待って、あ、すごい。すごいね、あれは間違えた。あのね、大きさのバランスが悪すぎて、ちょっと。半分半分やればよかったのに。はい、じゃあこれです。はい、これは一体何を表現しているでしょう。見えますか皆さん、これは何でしょう。画伯の画力が上がってきたから筋トレ正解。筋トレで正解でございます。でもね、絶対これね、画力が上がってるとかの問題じゃなくないですか。もう棒人間だから誰でも描けちゃうんですけど、これでも皆さん私成長したって言ってくれますか。でも当たったね、今日も皆さんさすがです。筋トレ、まああのこれだけだったら腹筋って言われちゃうかなと思ったので、あのこのダンベル、この大きいやつを持ち上げてるのも付け足した、まあ、こういう動作をみたいな質問になっちゃったけど、筋トレっていうお題どう思います。だって最初の頃はさ、めちゃくちゃ簡単な感じだったのに、もうすっかりこんななんかね、動作ですね、もうお題が。棒人間はあやみちゃんしか無理。もうそう言ってくれるのは優しすぎるでしょう。伝わることがすごいのね。いや、みんなのね、想像力がすごいの。棒人間禁止令を出してみよう。そうね、じゃあ。あ、でもね、次はね、人間書く必要ないっぽい。まあ、書いても書けるけど、別にいらないの。何で、うん、そういうことね。うん、でもいろんな書き方があるね、それは。どうしようかな。どうしよう。あ、わかった。じゃあちょっと棒人間じゃないので頑張ってみる。あ、でもね、あのね、もう下がね難しいの、体がね書けないの。ああもうね、バランスが悪くなる途端体を描くと。はいはい、で、ちょっと待って、
棒人間じゃないからちょっと時間かかってるんです。もう可愛くない、とってもとってもとっても可愛くない。なんかさ、体とかさ立体的に描ける人すごい。そう、立体的に描けないんですよ。立体的に描ける人羨ましい。どうしようかな、どんなのにすればいいかな。もう箱すら立体的に描けないもん。なんか箱ぐらいやりましたよね、小学校の時とか。なんかやりましたよね。でもね、描けないね。あ、もう箱が箱じゃない、箱とか言っちゃったし、もういっか、これで。はい、もうこれでいい、わかるでしょ。これは何でしょう。バレンタイン、バレンタインデー、正解。別にバレンタインもバレンタインデーも変わらないですけどね。正解でございます。よかった、伝わったから。女の子がまあこれは箱を描きたかったけど箱にならなかったものを渡している、男の子に。このハートが大ヒントになりましたね。よかった。前髪パッツンやん。そうだね、もう眉だねこれ。多分眉毛描くの忘れたけど、眉毛も鼻もありません、私の絵には。そして本当に体を立体的に描けません。横向いてる体ってどうやって描くの。そうだから難しいね。うん、難しい。ちょっと私にはできません。あ、でもなんかみんな褒めてくれてるわ。ま、確かに最初の頃に比べたら描けるようになったかもしれない。よし、褒めて伸びるタイプなんで皆さん分かってますね。ということで、じゃあ今日の画伯はこの辺で終わりにします。次のコーナーに行きたいと思います。武藤の趣味を作ろうコーナー。さあ今ね、ちょうどバレンタインの話をしたんですけど、もうすぐバレンタインということで、チョコアートでスヌーピーを描きながら、え、どういうこと、パンに新しい趣味を見つけるためのコーナーなんですけど、今回の趣味は食パンにチョコペンでスヌーピーをかけだそうです。もうこれしかも絵じゃないですか。用意していただきました、チョコペンと食パン。あーすごい、なんかね、イメージ図っていうのがあるんですけど、こういうの今流行ってるの、食パンにチョコペンで絵を描くの。なんかね、皆さん見えます、見えてますかね。こういう食パンに絵を描くのが今してるらしいですね。でも、ちょっと正直イメージ図をもらっちゃってるじゃないですか。描けますわ、私モノマネは描けるんですよ。何かを真似、あの、写すのはできるんです。自分で想像して描くのがちょっと苦手なだけで、これは描けちゃいますよ私。じゃあどんどん描いていっちゃおうかな。スヌーピーの絵をいただいております。チャーリーもいるね。チョコペンなんていつぶりに持つだろう。バレンタインなんてもう作ってないな私。バレンタインはやるとしても手作りじゃなくて買う派。だって美味しいもの食べてもらいたいもん。間違いないじゃないですか、絶対に買ったら。でも男性はやっぱ違うんですか、まずくてもちゃんと手作りがいいんですかね。真心こもったどっちなんですか。私は美味しいもの食べたいじゃんって思うんですけど、どちらですかね。ギリはあげないの、友チョコ。そうだから毎年一応チョコは用意するんですけど、全然作らない。もう全然普通に買っちゃう。もらえればそれだけで嬉しいよ。美味しい方がいいね。そうですよね。もらえればどちらでも。なんだ、皆さん結構意外とどちらでもいい派でしたね。
手作りはまずくても嬉しい、やっぱそういう意見もあるんですね。でもなんか小学校の頃に友達とみんなで作ったとかはしたけど、それ以来やってないな。本当にキットカットでいいです。キットカット間違いないね。じゃあちょっと早速ですが書いていきたいと思います。でもさ難しいね。なんかどこに書くかとかでも変わってくるのかな、バランス。しかもなんだこのイメージ図でもらったスヌーピーはもうそもそもパンの形がスヌーピーしておりますね。ってことはじゃあ足は、え、顔だけ描けばいいのかな、それともやっぱスヌーピーの形にした方がいいの、顔の、え、どうしようかな。まあ、とりあえずじゃあ顔描こう。まずさっき私なんかすごいどうやっちゃったけど、どうしよう、これでうまく描けなかった。チョコペンだけどこれキャラメル味ですかね。すごく茶色いでございます。あ、キャラメルの香りがしますね。皆さんこんななんていうの、ま、豆というか器用なことするんですね。あ、ちょっと待って、やばいかも。私さっき真似なら描けるとか言ってドヤ顔したけど、すごくバランス悪い。美味しそう、キャラメル。いや絶対美味しいと思う、これ普通に。皆さん甘いものは好きですか？私は甘いものさえあれば生きていけると思います。それぐらい甘いものが好きです。ピーナッツ味だったらよかったね。確かにピーナッツ味だったら完璧だった。スヌーピーはねピーナッツですからね。あ、ちょっとね固まってて出にくくなっておりますね。一応あのお湯に浸してくれていたのですが出ない、もう全然出ない。切っちゃいます。あ、確かにちょっと切り口が甘かったかな。いやでもね、もう結構ね中でが塊になってるかも。あ、出た出た出た、よかったよかった。とりあえず今耳と目と鼻と口は描けた。ここからでも輪郭、最初に輪郭描いた方がよかったですね絶対。これ失敗した。え、絶対にこれまん丸のスヌーピーになると思う。え、ちょっと待って待って待って、ひどい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 、これ何これ、何これ、待って、スヌーピーじゃない、待って、何これ、え、怖っ。同じもの描きましたよね私。なんか違くない、どうなってるのこれ。え、やっぱ最初に輪郭描くべきでしたよねこれ。なんか、え、耳のここがいるのかって、いやでもそういうことじゃない、ま、もう絶対にあの輪郭と顔のバランスが絶対にこれ合ってないんですよね。スヌーピーじゃないこれは。あんなに私真似はできるとかドヤ顔してましたよねさっき期待通りですって。ちょっと親戚にいそうなきゃ、確かに親戚にいるかな。しかもスヌーピーって初期とは顔違いますからね。まあそれでもこれは違うけど、いつものパターンってね、みんな思ったよりかけてる。あれそう、え、ちょっともう一枚描こうかな。ちょっとチャーリー挑戦しようかな。じゃあチャーリーがいるからちょっと一瞬消えます。私一瞬消えるね。ではもう一枚ちょっとリベンジをします。次はチャーリー。チャーリーなら食べ物は大切に、後でマネージャーさんと食べます。難易度上げてく。いやでもね、チャーリーの方が顔が丸いじゃないですか。この食パンって正方形だから絶対丸い系の方が描きやすいと思うんですよ。じゃあちょっと反省を生かして次は輪郭から描きます。あ、もうま、あ、もうやっちゃったわ、やばい、もうひどい、頭の形が
みんなすごいな、よくうまく描けるねこんなので。ちょっとね今どうなってんのこれ、もう全然チャーリーじゃないかも、なんか新しいキャラになったかも。え、チャーリーだよねこれは。私はチャーリーを描いたんですよね、うん、あでもチャーリーっぽいわ、チャーリーっぽいかも。ベビースターのキャラっぽい。え、チャー、あ確かに。え、チャーリー、チャーリー、お、うまいって言ってくれてる。トマト太郎、何それトマト太郎って。あ、一応見える、よかった。安定の武藤さん、どういう意味それは。ペコちゃん、確かに下出したらペコちゃん感あるかもしれない。偽物チャーリー、偽物チャーリーと、ちょっとこれは なんて名前つける。あ、チャーリーの方が可愛いね。チャーリーは可愛い、普通にあのチャーリーじゃないけど。これは正直言って趣味にならなそう。絶対家でやらないですよねこれ。え、みんなこれをやって毎朝食べてるの？こんな手間かけるの？普通にね、あ、なんだっけ、あれが好きですよ、ヌテラ？ヌテラですよね、あのチョコクリームなの、クリームなのかな、ありますよね、なんかあのそれこそ海外で売ってて、日本でも売ってるけど、全然ヌテラはめちゃくちゃ好き。ヌテラですよね名前、合ってるかな、ヌテラ、そうだよね多分、ヌテラソグッドって言ってる。ヌテラめちゃくちゃ好き、だからもうヌテラでよくないですか。パンにヌテラで、でも、まあ、インスタ映えですよねまさに。でも私にはできないこんなこと。でも何事もチャレンジですから、よかったです、かけて後で美味しくいただきたいと思います。お付き合いいただきありがとうございました。チャーリーがでもちょっと可愛くかけたかも、偽物チャーリーだけどね。はい、ということでじゃあ武藤の趣味コーナーは終了でございます。随分シュールでしたねここのコーナー。はい、じゃあカメラ元の位置に戻ってもらいましょう。ヌテラってヌテラってこと、ちょっと違いますよ。ヌテラってオーストラリア人が好きなやつ。あ、そうなんだ。だから私もニュージーランドにいたじゃないですか。もう絶対にヌテラがあるんですよ。家、どこの家にも。まあどこの家にもっていうのはちょっと持ったかもしれないですけど、私のホームステイ先はあって、めちゃくちゃ好きだったな。テンポいい。お、褒められた。はい、じゃあ最後の今日最後のコーナーに行きたいと思います。武藤の違う、間違えた、あ、先に、まあいっか、じゃあもう行っちゃいます、武藤くー。はい、このコーナーでは質問に答えていきます。今日もいただいてます、ありがとうございます。ラジオネームグミさん、あやみちゃんマネージャーさん、こんばんは。私は今今月末の試験に向けて勉強しているところですが、集中力が続きません。いつも1分間チャレンジで抜群の集中力を見せてくれるあやみちゃんに、集中力を高めるためのアドバイスをいただけたらと思います。なるほど、テストを頑張ってください、試験ね。なんだろうね、集中力、まあすごい王道だけど、やっぱりあれじゃないですか、チョコレートとか糖分大事かもしれないですよね。あとはやっぱりあれですよね、睡眠ってめちゃくちゃ大事だと思う、何事にも。あのしっかり疲れは、その前日の疲れはちゃんととって、睡眠で、で次の日もちゃんと元気に、集中できる体のコンディションを作るっていうのは大事なんじゃないかなと思います。歌もそうなんですけど、本当に寝ないと歌えないんですよ。だから睡眠ってめちゃくちゃ大事だなと思ってて、それこそ寝てないとね、勉強しててもきっとカタカタこうなっちゃうじゃないですか。私も学生の頃よくやってたし、多分それこそ本当になんか、集中できないと思うので、睡眠大事ですね。睡眠、チョコレート、あとなんだろうな、お、国家試験頑張っ、あ、国家試験じゃない、試験頑張ってって
みんなも応援してくれてますコメントで。グミさん受験生なのかね。受験生どこでも寝れる人、基本どこでも寝れると思います。うん、あの車とかでも寝れるし、家がベッドが変わっても寝る場所が変わっても寝れてますね。結構ホテルとかでも全然寝る。ブドウ糖入りのラムネがいいとか、あ、聞いたことある。確かに私の弟はジョッキーじゃないですか。それこそレース前にブドウ糖めちゃくちゃ食べてる、食べてるとか摂取してる。でもその多分集中するのにいいんですよね。そうだ、スポーツ選手はブドウ糖結構の言ってますね。ショートスリーパーなので寝すぎると調子が悪いです。え、そういう人もいるんだ。面白い体質で全然違うんですね。え、でもショートスリーパーいいですね。なんかすごい一日得した気分になってそう、人より全然。だってね、人が寝る時間より全然短くいけるんですもんね。羨ましいですね。っていう感じですかね。グミさん頑張ってください。はい、では次の質問に行きたいと思います。ラジオネームノイアンセノさん、合ってるかな読み方。ありがとうございます。あやみちゃんとスタッフさんこんばんは。あやみちゃんが海外でライブを公演するとしたらどの国でやりたいですか。またなぜそこでやりたいと思いますか。教えていただきたいです。なるほど。私はちょっとさっきも言っちゃったんですけど、やっぱりニュージーランドはやりたい。留学してでもう2年半ぐらいいたので、もうなんかほんと第二の母国みたいな私は勝手に思っているし、それこそ本当に2年半ずっとよくしてくれたホストファザーとマザーがいるので、その2人を招待したいですね。なんか今でも本当にめちゃくちゃ応援してくれてて、 YouTube とか上がったらメッセージくれたりするんですよ、見たよって。やっぱそのね、 YouTube は世界どこでもどこでもまあ基本多分見れると思うので、そうやって離れててもこうやってなんかまだ応援してくれててめちゃくちゃ嬉しいですね。ニュージーランドはパフォーマンスが気持ちいい。あっちは本当自由ですよね。それこそ多分ライブとかもみんな携帯とか全然動画とか撮るし、私も一回ニュージーランドでアリアナさんのライブに行かせてもらったんですけど、もうめちゃくちゃ日本のライブとはもう全然違ったかも。みんな歌うし、一緒にみんなもう、本当になんかね、みんなも一緒にライブを作ってる感がすごかったかもしれない、まあ、それこそもうみんな携帯とかでもめっちゃ撮ってた。うん、だからまた日本とは違うスタイルかもしれないですね。やってみたいですね。英語の曲を作らなきゃ。確かにそこからですね。オーストラリアのフェスとか、あ、そういうのもあるのか。なんかそれこそなんかアニメの主題歌とかだったらきっと海外とかも行きやすくなるのかなと思いますよね。きっとアニメ本当に海外でもねめちゃくちゃ人気だし、日本のアニメは多分それで知ってくれる人とかも増えそうだし、アニメの主題歌歌いたいですね。日本の方が決まり事が多いのかな。もしかしたらそうなのかもしれないですね。日本で客が、ま、歌うと周りからうざがられるよね。私は全然歌ってほしいですけどね。もう全然歌ってほしい、一緒に歌いたい。なんなら日本でも日本のアニメ人気だった、あ、日本じゃない、ニュージーランドでも日本のアニメ人気だった。いや人気です、本当に。それこそ英語を訳されてる日本の漫画とかがすごいいっぱい売ってます、あっちでも普通に。だから本当にみんな好きですよね。大阪名古屋でもワンマンして、もうまずはね本当国内を回りたいですよね。もう全然行く気満々だったんですけど、それこそこういうご時世になってしまってタイミングがね、もう本当に行きたい。もうコロナ終わったら速攻行きます。行かせてください皆さん。コロナが収まったら歌いますね。本当だね。まずはね皆さんね、今声出せない、マスクもしなきゃいけないから、本当にコロナ終わったらみんなでもパーティーしようね。大阪にも名古屋にも行くから。はい、ということでじゃあ次のラジオネームいきます。ペンタカさん、ありがとうございます。あやみちゃんの学生時代には合唱コンクールはありましたか？あるいは音楽の授業や卒業式などで歌った曲でもいいですが、学校生活の中で印象に残っている歌があれば教えてください。なるほど。合唱コンクールはあった。
あったけど何を歌ったか覚えていない。でも優勝したのは覚えてる。そう、絶対に高校の時にあの1年生があるんですよ、合唱コンクールが。それで優勝したのは覚えてるんですよ。でも本当何歌ったか思い出せないな何だったかな。でも卒業式の曲でもいいって書いてあるので、卒業式でめちゃくちゃ印象残ってるのはなんだっけ、あ、レミオロメンさんの3月9日で、読み方合ってますよね、3月9日9日って書いてある、あの曲、先生卒業式が終わって教室戻って先生入ってきた時にみんなで歌ったんですよ、先生のために。あれはね、みんな泣いてたね。懐かしいな、卒業式。もう結構経っちゃうもんね。私も今年で25ですから、もうそう、高校卒業も随分前のように感じますね。そう、先生のサプライズ、そう、先生のサプライズで歌ったんですよ、あの曲を。みんなで歌詞覚えてすごい頑張ったな。今泣いてる想像しただけでも泣けますよね。先生が泣いたんじゃなくてみんなが泣いたのが、もうみんなも歌いながら、先生も泣いてくれたんですよ。でそれを見てつられて私たちも歌いながら泣くっていう、もうみんなで泣いてたっていう感じかな。あゆみちゃんが25歳なんて信じられない。本当ですよね、私も信じられないですよ、本当に。もうすごいよ、600人超えてる。本当だね、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。武藤の610人を超えております。 3A もまた聞きたい。いやー、もうこれもう本当実現したいですね。桜学院卒業式の時に、まあ私の同期の松井愛理と三好彩香、武藤彩美、3人で同期だったんですけど、3人ともすごいんですよね。イニシャル、アルファベットの頭頭文字取ったら AM なんですよ。まあ、私も武藤彩美で、まあ AM じゃないですか。みんなそうなんですよ、3人とも。そう、それで最後に3人で 3AM っていう曲を作って卒業したんですけど、それは本当だからラストライブで1回しか披露してない曲で、めちゃくちゃレアでしたね。私たち3人のためなので、その後別に誰かが歌うとかもしてないし、本当に貴重な曲になってるんですけど、いつかまたみんな3人で歌えたらいいですね。なんかね、ちゃんとあれね、 3M もジャンルが決まってて、私はもう当時から80年代聖子ちゃんが大好きだったので、聖子ちゃん風の、曲にしてくれてるんですよ。で、愛理が、あ、次彩香ちゃんが先に来るか。彩香ちゃんがK-POP めちゃくちゃ大好きで、多分今も好きだと思うんですけど、その時めっちゃ、ビッグバンが大好きだったんですよ、彩香ちゃん。だ、それでちょっと K-POP っぽいサウンドでできてて、で、アイリはエグザイルが大好きだったんですよ、当時。エグザイル大好きだったから、ちょっとエグザイルっぽいんですよ。それ、これ言ったことありましたっけ？改めて聞くと確かにって思うかもしれない。私は聖子ちゃん、彩香ちゃんは K-POP、 愛理は EXILE っていうテイストで、ちゃんと私たちの趣味をそれぞれ生かして楽曲作ってもらったっていう。ダンスも三者三様、そうなんですよ。ダンスもね、またみひこ先生が作ってくれたんですけど、私たちに合った、その曲に合ったのを作ってくれたんですよ。 3M 聴いています。ぜひ桜学院の曲もね、サブスク解禁されてますし、今日夜ぜひ聴いてください。ということで、無トークの質問は以上でございます。じゃあ最後にちょっとお知らせをさせてください。2D マルチアングル映像と同時に収録されたマーマレードと椿のスペシャルアコースティックテイクが30日から各サブスクにて配信中です。ぜひチェックお願いします。そして先日のリリースライブで発表がありました通り、4月29日大手町三井ホールにて武藤彩美バースデーライブを開催いたします。こちら、Facebook じゃないよ、ファンクラブだよファンクラブ先行エントリー受付中でございまして、期間が2月14日の23時59分までです。バレンタインだね、24日ってバレンタインですよね。バレンタインがの日が終わる日まで、終わる時間まで、ファンクラブの方で先行エントリー中なの
で、ぜひ皆さんチェックお願いします。そう、いつもねファンクラブあの FC って書いてくれてるんですけど、それをどうしても Facebook って私は読んでしまう、そんなことがありまして、まあ今日はちゃんとファンクラブって最初から言えました。当たってほしい、ファンクラブ当たれ、ライブ当選するといいな、ありがとうございます。あのね、もうぜひ私の本当に25歳ですけど、なんかね原点に戻りたいなと思って、ちょっと懐かしい曲とかも歌いたいなって思ってるんですよ。本当にめちゃくちゃ懐かしい曲、ちょっとまだあのセットリストは決まってないんですけど、今自分が想像してる中ではもう本当に誕生日生誕祭なので、本当原点に戻っていろんな曲を歌いたいなって思ってるので、ぜひ見守ってもらえると嬉しいです。し、今回も生バンドでやらせてもらうので、し、大手町三井ホールは初めての会場ということで、私もめちゃくちゃ楽しみなので、皆さんぜひ4月29日楽しみに待っててください。ということで、今回は今日はこの辺で終わろうかな。お、皆さんいろいろ想像されてますが、楽しみに待っててください。はい、じゃあ今日はこの辺で終わろうかな。残りあと2回ですね、ショールームは。来週と再来週にて一旦終了になりますので、まあその3月以降はインターネットラジオの方でおしゃべりしますので、まあそちらもね楽しみにしててもらえたら嬉しいです。ということで、また来週はありますのでお待ちしております。また9時からお待ちしております。ありがとうございました。じゃあね、みんな。